どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ティアーズオブザキングダムで遊んでいきたいと思います。今日はルピー稼ぎをしてみたいと思います。で、具体的にどういったことをするかというと、この全体マップから見て、ここら辺ですね、ここら辺に、クマさんに乗ったボコリンプリンさんがいるんですよ。で、クマさんの方を何度も買って肉をいっぱいゲットして、その肉を料理して料理を売ることで、ルピーを稼いでみたいと思います。では、私今ドイブラン遺跡眺望台にいますので、ここから飛んで先ほどの場所に行ってみたいと思います。すいません、1点情報を追加させてください。今回の方法をやるなら、このボコブリマスクなど、敵に気づかれにくくなる装備アイテムを使った方がいいかと思います。では動画続きどうぞ。はい、飛びました。飛びましたら東の方向に進んでください。はい、なんか剣みたいな、なんていうんですかね、絵があるじゃないですか。あれですね。あれの、なんか、手の部分、手で持つ部分ぐらいのところに行ってください。はい、たどり着きました。では、この状態で左手方向、北方向に進んでください。そうするとですね、下の方を見てください。はい、あそこら辺ですね。あそこにボコブリンさんとクマさんがいますね。で、クマさんだけを倒すと。ただ、あれですね、狩りを楽しんでるんですよ、ボコブリンさん。で、クマさんだけをヘッドショットで倒してやると。で、すぐに肉を落としてくるので、すぐ回収してください。はい、獣肉、上獣肉が手に入ります。で、手に入りましたら、ここで、セーブしてください。で、同じ箇所をロードしてください。はい、そうするとですね、クマさんが復活しておりますので、また倒せばですね、上級もの肉とか、そういうのが手に入ります。では、倒します。で、すぐに肉をゲットしてください。はい、いっぱい取れましたね。で、また、セーブして、ロードスルーを繰り返します。はい、また、出てきました。はい、また倒します。これを繰り返します。で、10分ぐらいこれ繰り返してみて、いくら貯まるかやってみたいと思います。はい、じゃあ演習でカット。はい、というわけで、だいたい撮影時間上で10分ぐらい経過いたしました。で、どのくらいですね、獣肉が溜まったかというとですね、上獣肉が17、特上獣肉が8というふうな、ごめんなさい、極上獣肉が8というふうな形になっております。ちょっともうちょっと効率的は、ちょっと僕容量が悪いので、このぐらいしか集まらなかったんですけど、容量がいい人だったらもっと集めることができるかと思います。じゃあ、こちらを使って料理してみたいと思います。はい、では料理してみたいと思います。はい、じゃあ極上系のもの肉をですね、もうふんだんに持ってですね、はい、料理、はい、串焼肉が手に完成いたしました。じゃあ同じような料理でですね、この極上系もの肉と、上系もの肉を使ってできる限り料理を作っていってみたいと思います。はい、料理、した結果なんですけれども、この串焼肉っていうのがですね、こんだけできました。6つぐらいですね、できたというふうな形です。これらを、全部売ってみたいと思います。買い取って、はい、料理ですね。はい、こんな風にですね、315ルピーから100いくらっていうのが、何個かできたというふうな形ですね。全部売ってみたいと思います。だいたい900ルピーぐらいになるみたいですね。じゃあ売ってみます。はい、というわけで、見事900ルーピーほど稼ぐことができましたので、今日は以上としてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回。